長城は政務を司る高官にもかかわらず宮中に出資せず怪しい気が漂う屋敷にこもったままだ。例の薬を説明したのは高官が長城を訪ねたのだが、誰一人も薬を抑えるにはまず出所を確かめねばならない。とはいえ事を荒立てては尻尾をつかめぬからな。先は長そうだが、お主の力頼りにしているぞ。その手だれがいると見える。無念、あとを任せられるか。また借りができたか。
こやつなかなかできるようだぞ。才が勝っていたのだ。Damn!
ところで終わるわけにはいかぬ。踊りを添えるであろうな。ここで果てるか、口惜しい。敗戦を糧とせねばな。お主の勇姿に彩りを添えるであろうな。鬼と来たか。さて、鬼が出るか、蛇が出るか。
この辺りに希少なものが眠っているらしい。